はい、ということで今日も一人寂しく始まりました桃太郎伝説。前回は桃太郎さん散々な目に遭いましてね、まさに踏んだり蹴ったりということだったわけですけれども、まずは一人でも千人1万両支払って教えてもらった術がただおならをするだけというね、悪質な詐欺に遭いまして、それでもね、そんな嫌なことは美味しいものを食べて忘れようと高級料亭に行って食べたフグに当たり、そして次のダメ仙人、その名の通りのダメっぷりでね、同じ話を延々と聞かされ続け、さらには修行が終わっているにもかかわらずまた同じ話をしだすというね、それはもうただの嫌がらせですよね。そしてなゆたの仙人、修行と称して血の池地獄をただひたすら息絶えるまで歩かせるというこの鬼畜っぷり、もちろん桃太郎さんも帰らぬ人に、まあ帰ってはきますけどね。他にも編集中のこのデータがね消えてなくなったりとか、もう全く鬼と関係ないところで苦しめられていたわけですけれども、まあ、今回はねしっかり鬼退治の方していきたいと思いますのでね、続きの方やっていきましょう。はい、それではね、スズメのお宿の方までまた戻ってきましたんで、サルカニの村に向けてね、出発していきたいなと。サルカニ、結局出口が、こっちにあるんだよね。地蔵、双子地蔵かなんか、並んでるところっていうことだったから、結局ね、この辺の敵もちょっと戦ってみようかなと思って戦ったんだけどね、とてもじゃないけど歯が立たないといった感じで、またねレベル上げなきゃいけなくなっちゃってね、せっかくね程よいレベルになったと思ったらまた全然足りないっていうね。まあ、あの仙人のところもねこれで全然足りないしね。これが双子地蔵かな。我々は双子地蔵じゃ。旅の無事を祈っておるぞと。さあ、これで出られるのかな。あれ？鬼火。強いな。これはまずいぞ。強すぎでしょう。人に会ったのは何年ぶりじゃろうか。あれ？またこいつか。どこから出られるんだい？こっちってことかな？厄介そうな敵だね。お、出られたかな。腹出し。ちょっと戦ってみようか。22。お、なんとかいけそうな雰囲気だけど。腹ひるほろ晴れ、眠ってしまった。あいつも眠ってんのか。体力多いね。お、倒したね。
お金を結構くれるけど、よくぞあの鬼の爪痕を抜け出せたものよ。あ、ここが鬼の爪痕。なんか希望の都でね、迷子になるみたいなこと言ってたんだよね。これは迷子になるよね、やっぱり。なんかおじいさんが帰ってこないみたいなこと言ってたけど、大丈夫だったのかな。まあ多分大丈夫じゃないよね。よっぽど強くないと。これどっちなんだろうな。下かな？お、怪しい地蔵が。土の鬼。強いな。松の木の下で待つ。お、猿。こんなとこにいたんだね。桃太郎さん、助けていただいてありがとうございます。私は猿カニの村と愛と勇気の国を結ぶ船の船頭でした。お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。旅のお供をいたしましょうと。よし、配下に加われ。猿をお供にしたことによって桃太郎の攻撃力が10、守備力が10上がったと。桃太郎さん参りましょう。かぐや姫様はあなたを待っているのです。これ調べといてよかったね。普通にね、通り過ぎちゃうところだったよ。サルカニの村にいるんじゃないんだね。大天狗。連続？稲妻連続で備えてくんの？ここは何かな？どうしよう、今行っちゃっていいのかな。ちょっとやめておこう。町に先行きたいよ。ちょっと天狗強いね。天狗倒しの術。やばい。41？ちょっとばらつきありすぎでしょ。また死んじゃったよ。せめてね、サルガイの村までは行きたかったけど、でも何がめんどくさいって、ここ希望の都じゃないんだよね。まあ、飛燕で行けばいいんだけどさ。それじゃあまたさっきのどこぐらいまで行きましょうかね。はい、とりあえずね、この松のところまでまた戻ってきたんですが、これね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、お金がゼロ両ということで、これね、黒ガッパっていたじゃない。あの竜の爪痕のところらへんにね。あいつね、お金全部持ってくのよ。しかもね、逃げるっていうね。もうどうしようもなくてさ、そんなことあると思って。まあね、あんまりお金持ってなかったからよかったけどさ、これ大金持ってたらとんでもないことになるよ。あとね、まあ技もあと20しかないということで、満身創痍ではありますけれどもね、なんとか、サルカニに向けて出発したいなと。早速、土鬼と。なんとかね、村までたどり着いてくんないと、またあの爪痕通ってこなきゃいけなくなっちゃうから、それが何よりも辛いんだよね。もうついてもいいと思うんだけどね。
お、あった。ボス、アルカニの村と、やっと着きましたね。この村の人たちはどこへ行ってしまったのだろう。お前は村人じゃないのかい？わしは旅の商人だが、おかしなこともあるもんじゃ。この村には人がおらん。神社にだけ人がいたようだが、そこにもいるよ。お、変なのがいるね。蜂かな？ハドソンのマークみたいだけど。話ができないね。ハチとクリとウス。これサルカニ合戦の。お前関係ないだろ。誰もいないね。はい、結局ね、ぐるっと一通り回ったんだけど、まあ誰も人がいないと。いうことでね、まあ宿屋とか武器屋とかも、人がいないからね、何もできないんだけど、やっぱさっきの洞窟とかなのかな。ちょっと周り見てみようかな、街の。まあ宿に泊まれないからね。まあどうせね、お金、無一文だからね。全然死ぬのはいいんだけど。むしろ死んでくれた方がいいんだけどね。じゃあ南の方へ。沼地が。これ足りないね。もうね。ここからスタートできるから。あの先が気になるね。こいつの攻撃がすごい強いんだよね。強いな。もう全然レベル足らないよね。なんか怪しいところがあるけど、何もないね。あ、これあれか。松に囲われし岩に、なんかあるって言ってたよね。これじゃない？お、ホラーな。なんか、赤い地蔵がいるけど、会いたかったぞ、桃太郎。しばらくわしらが遊んでやろう。遊び方はわしの近くの地蔵に聞くがよい。お前でいいのか？わしの四つ左、一つ後ろの地蔵に聞け。一、二、三、四、一つ後ろ。これいいのか？一つ左、二つ後ろ。これ、たらい回しになるやつか。二つ左、一つ後ろ。二つ後ろ。七つ右。一、二、三、四、五、六、七。二つ左、二つ前。
1212と4つ左5つ前1234123452つ右5つ後ろ1234 5、まだか。1つ左2つ前12、いつか間違えそうで怖いよね。2つ左1つ前7つ右2つ後ろ123456712、4つ左3つ後ろ12343つだっけ1232つ左2つ前12と3つ右1つ前1233つ右4つ前1231234。おこれで終わりじゃない。十分に堪能した様子じゃの。遊びはもうおしまいじゃ。焦っては負けじゃ。わしの足元を調べるがよい。お、宝来の玉。これでお宝がまた一つ増えたと。まあ、それはいいんだけど、話は進んでないね。北国の地蔵は達者かの、まあ、主に口の方が達者でした。え、俺どうすれば、やっぱりあの洞窟行くしかないのかな。じゃあ一回、サルカニに。でも俺宿屋ないんだよね。どっかに回復の泉的な、なかったよな。まあいいか、死ねばいいもんね。じゃあやっていきましょうか。もう逃げることすら困難な状態だからね。仙人の霞。これは技回復だったかな。また広そうな。うわ。東大器。完全にやばいやつじゃん。なんかもう、猟奇殺人犯が描く絵とかでしょ、これ。子供泣くよ。めちゃめちゃ強いしね。これはやばいでしょ。さすがにこれは、レベル上げかな。どう考えても無理だもんね。もう逃げることすらままならない。多分今までで一番レベル足りないんじゃないのかなっていう感じがするからね。ちょっと、ここはもうガツンと上げましょう。もう30ぐらいは欲しいと思うからね。30でも足りるかな。まあその辺はね、いい感じにやっておきたいと思いますんで。まあとりあえずね、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。